はい、酒好き直りの飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、ジーマのピンク色のやつが出てまして、ジーマピンクですね。はい。あ、これ普通のジーマよりはちっちゃいですね。容量が少ないです。ジーマピンクプレミアム、サクランボフレーバーとなってます。容量が 275ml だから、先ほど飲んだ、スミノフアイスと同じですね。アルコール度数が 4.5%。うん。まあでも、ジーマ買うよか。値段がこれ200円ぐらいでしたね。まあ、ジーマ買うよかいいだろ。原産国がベトナム。そして原材料は、香料、酸味料、着色料、炭酸ガス。ということで、よくわかりません。まあ、ジーマは確かいろいろ入ってるらしいですけどね。まあいいや、いただきまーす。よいしょ。痛い。乾杯。うん。うん。普通のね、ジーマはね、340ml ですからね。うん。まあ。それが少ないと。ジーマピンクプレミアム。おしゃれするときにぴったりのアクセサリーみたいなお酒。ジュエリーをイメージしたパッケージとほんのり甘酸っぱい。日本の高級サクランボフレーバーでもっとキュートに、さらに少量サイズで飲みやすくなりましたじゃねえよ。バカかよ。まあこれ多分女性向けなんでしょうね。おそらくね。2013年の10月1日新発売となってます。結構新しいですね。うん。うん、結構ね、全然甘くない。うん。だけど、まあ、サクランボ。うん。多分、サクランボ。なのか、リンゴなのか、なんか。うん。そんな味です。全然甘くないですね。全然っていうか、うん。さっきの、スミノフアイスに比べると、全然甘くない。うん。うん、まあ普通のジーマよくはうまいんじゃない？うまいっていうか、まだ特徴がある。うん。まだね。あくまでもまだ。まだ特徴があるっていうレベル。普通のジーマ、あれ、ただの、なんだっけ、三ツ矢サイダーのちょっと甘くないバージョンですかね。うん。まあ、まだ、まあ、女性向けかどうかは知らないですけど、女性向け多分カロリーを抑えた結果こうなったんだと思うんですけど。うん。スミノフアイスよくはカロリーは低いです。うん。まあ、でも値段がこれで200円ですからね。何度も言うけど、しつこいぐらいに言うけど、値段これ200円じゃ買えないです、多分。220円ぐらいします。うん。
おそらくそれも、何なのか知らないですけど、輸入物なのか、だからなのか知らないですけど、高いです。さらに俺個人的なことを言わせてもらうと、これね、この瓶、瓶がね、あるでしょ。まあ、これワンウェイ瓶って言って、一回で捨てられる瓶なんですよ。もう、いわゆる再利用ができない瓶なんですが。結局これにも金がかかってると思うんですよ。スミノフ、アイスも、まあ、同等のワンウェイ瓶っていう瓶なんです。一回しか使えない。まあ、例えば、ワンウェイ瓶じゃなく、なんだっけ、リサイクルできる瓶があるんですけど。ね。例えば、ビールの、俺が大好きな、まあ、大瓶とか瓶の大瓶とか、ビールの大瓶とか、あれ、値段が、10円か5円か、5円か。5円ぐらいで引き取ってもらえて、なおかつ、まあ、再利用できると。いうことですよね。うん。再利用される。ですが、これは一体、もう、一回で捨てられて、もう、バイバイっていう、瓶なわけです。はっきり言って環境にもよろしくない。上に、多分値段もこの瓶の値段によって、まあ値段としてもかかるわけでしょ。うん、まあ価格に上乗せされてるわけだ。なんかもったいないですよね。この瓶は、ね。非常にこのワンウェイ瓶っていう。しかもたかだかこの程度の量の、しかも、たかだか、あれですよ。200円の、ね。まあ、こういうほら、ウォッカとか、こういうやつなら、まあ、わからんでもないけど、ね。こんなたかだかアルコール度数 5% のチューハイでも、缶でも済ませられるようなやつを、わざわざ瓶で出し、ね。環境にも悪い。ね。なんかもったいない。やっぱり。ね。しかも重い。もう悪いことしかないです。はっきり言って瓶なんてマジ邪魔くせえからな。うん。重い。持ってくのには重い。こんなんだったら噛んで出せよって。バカじゃねえのって。わざわざ瓶で出してさ、それなんなのって。まあ、瓶で出すんだったらせめてさ、リサイクル瓶とかさ、リサイクル瓶っていうかなんていうか、なんだっけ。リターナブル瓶か。リターナブル瓶。リターナブル瓶みたいに回収して10円とか5円とか目にしてですよ。そういうのをした方がいいと思う。うん、やっぱ何度も使えた方が絶対いいですよ。バカバカしい。そっちの方がこっち、消費者としても、やっぱりね、なんかこう、良くないですか？まあ、ビールの大瓶とかさ、焼酎とか、の瓶とか、
ね。何度も使われてるっていうのはやっぱり、ね。こう、そのままゴミ捨て場に持ってくよか、境に持ってって金と交換して、って、やった方が絶対、消費者としても嬉しい。とは思うんですが、ね。そう、ハートランドビールとか、あるじゃないですか。ね。あと、ウィルキンソンの炭酸とかさ。ウィルキンソンの瓶のやつ、あると思うけど。ね。まあ他にもいろいろありますけど。コカ・コーラとかさ、有名なんだとね。あるけど。絶対そっちの方がいいって。バカじゃねえのって。思うわけですよ。ハートランドビール。ね。あれもちゃんとリターナブル瓶。俺の大好き。ね。ここまでおしゃれな瓶でも、リターンマルナブル瓶として使われてるわけですよ。ね。もうはっきり言ってワンウェイ瓶なんでも、もう個人的に言わせればもうこんなもん、全部配信して全部リターナブル瓶にするべきですよ。バカじゃねえのと。アホ。ね、個人的に言わせると、この瓶をね、まあ俺結構酒消費するんで、まあ、瓶を境に持ってって金に交換するっていうのが結構割とこうなんか楽しいっていうか、ね、なんかいいことしたみたいな感じになるわけなんですけど、だからそのままこうね、ゴミ捨て場に持ってくよかは、やっぱり、なんていうか、得した気分っていうか、そんな感じもするわけですよね。やっぱそこはやっぱり、ねえ、環境にもいいわけだしさ。まあ、何度も洗って繰り返し使えるわけだからね。やっぱそこは、考えて、もらいたいですよね。無駄にこうポイって捨てて結局その瓶代として取られているって思うと、なんだかなと思うわけですよね。まあ実際このワンウェイ瓶は一応リサイクルはされるみたいですね。ただ、まあ、この瓶をこう、粉々に砕いて、まあ、何か、ね、道路とかに使うと。いう感じとしてはリサイクルされてるっぽいですけど。なんかそれだと、なんかなという感じはするんです。なんかこう、個人的になんか別にリサイクルされてねえっていうか、俺としては全く、ね。時間が持てないです。おまけに重いし。もうこの重さもまただいぶ、缶と全然違うからね。もう重さがもう、缶の100倍ぐらいあるから。多分。ね。あるわけでしょ。無駄ですよ。マジで。これは。本当に。やっぱりこう、なんか情緒溢れるっていうか、こう逆にこうさ、コカ・コーラの瓶とかだとさ、ここら辺にほら何度も使われてるか、こう、傷ついてるんですよ。まあ、ね。
でも逆にそこが良かったりするっていうのも、俺個人的にあると思うんですよね。結構ここら辺とかぶつかってこう傷ついてるんですけど。でもやっぱり瓶はなかなかね、うん、まあそう簡単に割れないもんなんで、ようにできてますからね。やっぱそれも使っててすげえなんか、わーって。こうレトロチックな感じ。まあ多分これは、レトロチックな感じを出したくないがために、ね、わざとこう、ワンウェイ瓶にしてるとは思うんですけど。まあだからといって、俺はちょっと、これはクソだと思うよ。個人的に。クソだと思うよ、これは。このシステムを考えた人間は。うん。はっきり言って。あ、ニッカフロムザバレルも、リターナブルビンだったんだ。スーパーニッカとかも。へぇー、リターナブルビンなの知らんかった。まあ、そういうことっすよ。ね。まあ、いろいろあるんですけど。まあ、やっぱそこはちょっと環境にもちょっと、ね。気を使うっていうのもやっぱ大事じゃないかな。もううまければいい。なんか、ね、綺麗だったらいいみたいな。ね。まあ、ということで、ジーマ、このピンク。もうダメです。ジーマと同等ではないけど、まあ、まだマシな部類だけど、まあ、クズ。クソ。俺の動画でね、はっきり言ってね、もう三つ星以下はクソだと思っていいです。はっきり言うと。俺、めったに三つ星なんてつけないですから。はっきり言って。うん。三つ星以下はね、まあつけないです。まずつけない。よっぽどじゃない限り、まあつけない。もう一つ星とかつけた暁にはマジで、もう二度と買わないどころか、もう、批判しまくって、もうボッコボコにしてやるからっていうレベルです。もうそんぐらいのレベル。もう三つ星つけた時点でもう買わないのは確定なんですけど、もう二度と買わないっていうのは確定なんですよ。ね。うん。確定。もう確定です。まあ、これはまあ、ジーマやかまあ、マシという部類として、だけどゴミなので、二つ星。クソ。もう大して変わらん。一つ星と二つ星なんて、もう、もうぶっちゃけ大差ない。ゴミ。両方ゴミ。うん。コク二つ星、甘み二つ星、香り三つ星。って感じでしょうかね。まあ。まあ、ジーマの、まあ何度も言うけど、まあ、ジーマヨか、馴染みはない味。といえば馴染みはないですが、そこまで飲む、これをわざわざ200円、200数十円出してね、買って、うひょひょーとかいうやつはマジで、バカ。うん。おとなしく缶中杯買っとけ。いう感じです。ね。二つ星です。はい。ご視聴センキュー。